ポール・デルボーは、ベルギー・リエージュ州生まれの画家。16世紀のマニエリストたちが描いたような女性像や、独自の夢とノスタルジーの世界を築く。作品の中では、無表情で大きな目を見開き、陰謀をあらわにした裸の女性たち、駅、電車、骸骨、拡大鏡で何かを観察している学者などが、題材として繰り返し描かれ、背景には、石畳の道や、線路などが、透視図法を用いて描かれることが多く、古代ギリシャの神殿のような建物の遺跡がよく用いられる。静寂さの中に幻想的な世界が広がるその作風によって幻想画家という形容もなされる。ポール・デルボー美術館ベルギー北西部のリゾート地、コークシージドのSint-Idesbaldには彼の主要作品を多く所有するポール・デルボー美術館がある。愛知県美術館には代表作、こだまが収蔵されている。1897年9月23日、ベルギー・リエージュ州、ユイ近郊の村アンテイトで父ジャン、母ロールの第一子として生まれる。父はブリュッセルの弁護士で、母はアンテイトの穀物商の娘であった。二人は前年の10月に結婚した。1910年ブリュッセルのサンジル高等学校に入学。そこでギリシャラテンの古典を学ぶ。ホメロスのオデュッセイアを熱心に読み、教科書の余白などに神話を題材にした戦いの場面や神殿などをデッサンした。1920年にブリュッセル王立美術アカデミーに入学。1935年以後、運動には直接参加しないままシュルレアリスム展にしばしば出品した。1950年にブリュッセル市国立美術建築学校絵画部門の教授。1965年にはブリュッセル王立美術アカデミーの美術部門長となる。長くブリュッセルに住んだが、1994年に老衰により死去した。ありがとうございます。